リコンニュースをご覧の皆さん、サバンナ高橋です。ロッチ中岡です。みんなずっと毎日見てる月の裏側には一体何があるんだろうって誰しもが想像したことある世界の映画になってます。泣いて笑ってめちゃくちゃ面白い映画なんで、ぜひご覧ください。あの映画見させてもらって、のび太くんめちゃめちゃ頑張ってたな。やってたな。のび太くんがめちゃめちゃ頑張ってるんですよ。そこも見どころだと思うんで、ぜひご覧ください。映画ドラえもんのび太の月面探査機、見てねー。